連敗で迎えた栃木と愛媛 FC は3試合連続引き分けで迎えています。1万人プロジェクトという中の今日のゲーム、栃木早速2分です。コーナーキックから、まあ、ここ川田がもう1回拾ってシュートバー直撃といういきなり惜しいシーンから今日はスタートいたしました。まあ、結構ね攻め込むシーンも栃木ありましたね。そうですね、スタートからセットプレーも脅威でしたからね。この西谷選手の仕掛けもね常に、はい、まあ、怖さ出してましたよ ね, ね。その中で前半の終盤にこの愛媛はこういう形でチャンスが生まれました。カウンター藤本が入れ替わる格好で持ってそのままシュートクロスバー、お互い決定機バー直撃というのがあった前半でした。ただ全体には栃木がペースをこう掴んでいたかなというような前半でもありました。 そして後半です。後半このね右サイドの競争になってここで多田が小池を倒してしまって PK 獲得。小池も切り返しに行こうという中でここで完全にもうちょっと相手を抑え込んでしまいました。これは吹かれちゃいますよね。で PK キッカーは近藤隆。近田のと逆方向に決めてきました、はい、近藤です。データの逆っていうキックも準備してたってことですね、過去2回はあのキーパー飛んだ方あたりが、はい、を決めていました。近藤1点を先制51分です。まあ、ここがその PK になったシーン、うん、小池選手大きかったですね。やっぱ この試合はそうですよね、はい、この PK 獲得のところも結局、関わっていたということになりました、はい。61分です。栃木も、まあ、ビハインド展開だったんですがここで左側の攻撃が何とか続こうという感じでその中で川田がここでシュート1対1追いつきます。栃木の、ね、流れが悪い中だったんですけどね、ちょっと一瞬の相手の隙見逃さずっていう形から、まあ、すごいシュートですね。これは1回今西谷が中で潰れる格好で、はい、まあ、そこにこぼれたボールよく、まあ、川田が今日はこの辺のこぼれによく反応を見せようとしていました、はい、1対1追いつきます。元ストライカーらしいシュートですね、であと30分ぐらいある中でその後栃木がね一気に息を吹き返したんですが、うん、ただ89分です。愛媛このセットプレーヘディングシュート小池が決まりました。小池が2015年以来3年ぶりのゴール、これで勝ち越し2対1。やっぱセットプレーは先に触るっていうのは本当大事なことですよね、まあ、そらそうかなと思ったそうですがこれが、まあ、はい、絶妙のコースに飛びましたね。走り込んでも行きましたので、はい、自然とゴール方向向かってきました。さらに94分、これキーパーも出ているプレーだった。そうですね、このルーズボールですよね、ここでハマシタが相手に当ててしまって前野が取って、はい、この前野のパス川原、これ前野選手素晴らしかったですね。でしたね、はい、川原入ったばっかりゴールキーパーもさすがにもう戻れませんでした、はい。まあ、川原選手も冷静に思い切り蹴るんじゃなくて、ね、グラウンドのシュート選択っていうところを含めて見事でした、はい。よくああいうケースで外してしまうケースも、ね、そうですね、逆に焦っちゃいますからね、ただ非常に冷静に決めていました。ここは全てという、ね、はい、感じでした。ちらっと中見てから、まあ、結果これがダメ押し点という格好になって3